ガルバニズム、電極に触れると、カエルの足が上向きに痙攣する。電気刺激を受けた死体の漫画ガルバーニ電気、または、ガルバニズムとは、18世紀後半の物理学者、科学者であるアレッサンドロ・ボルタによって命名された、科学的作用による電流の発生を指す用語。その名は、生物内で電気が発生し、またその作用によって、生体の筋肉組織が収縮。 経緯することを発見した同時代の科学者、ルイージがアルバーニに由来し、特にこの現象を指して、ガルバニズムと呼ばれる。ボルタは、ガルバーニの発見に対して、電流発生の仕組みを非浮き体によって再現し、理論化したが、ガルバーニは自分の発見を有機体に生命を与えるものの、発見だと考えていた。有名な逸話によれば、 ルイージガルバーニは1780年代から1790年代にかけて皮を剥いだカエルを必要とするとある実験を行っていた際に筋肉組織に対する電気の効果を発見した。彼の助手が誤ってカエルの座骨神経にメスを触れさせてしまい、その時に火花が起こりカエルの足が動いたと言われる。実際には電気刺激に対して筋肉が反応することは 当時すでに知られていた。ガルバーニは用意したカエルの足に遠方の大気から生ずる電流の影響を調べていた際に雷が地面に落ちなくてもカエルの塩水に取り付けられた真鍮のフックと鉄の手すりが接触した時にも足が痙攣することを発見した。あとにカエルの脊髄に接続された真鍮の金属電極を鉄板に接触させることでも この現象が再現できることを発見し、これを電気刺激に対する筋肉の反応を証明したと結論付けた。すなわち、ガルバーニは生物を動かすのは電気の力であると証明し、この電気を動物電気と名付けた。一方、同時代の物理学者であるアレッサンドロ・ボルタは、ガルバーニが発見した現象は生命力というようなものによって生じているのではなく、 二つの異なる金属によって電気が生じていることで説明可能だと考えた。ボルタは最初の化学電池を作成することによって理論を証明した。意見の相違にもかかわらず、ボルタはガルバーニにちなんでこの電気の科学的生成現象をガルバニズムと名付けた。百九十一年三月十七日、ガルバーニは動物電気に関する研究成果について 書籍を刊行した。この本には、このテーマに関する彼の11年間の研究と、実験の包括的な詳細が記載されていた。ガルバーニの老いであるジョバンニアルディーニは1798年に、叔父が亡くなった後も研究を引き継ぎ続けた。1803年には、アルディーニは、ロンドンのニューゲート監獄にて、処刑された犯罪者、ジョージ・フォスターの死体の手足に、 電気刺激を与える有名な公開実験を行った。ニューゲートカレンダーには、ガルバニズムによって死体に、どのような現象が生じたかを記している。最初に顔に実験した際、死体の顎が震え始め、隣接する筋肉は恐ろしいほどに歪み、片目は開いた。次の部位では握りしめた右手が振り上がったり、足や太ももが動いた。現代においてガルバーには、 電気生理学の父と呼ばれている。ガルバーニとボルタの論争は、電気生理学、電気磁気学、電気化学を創出し、化学電池をもたらした。1931年の映画、フランケンシュタインのフランケンシュタインの怪物、メアリー・シェリーによる1818 18年のゴシックホーラー小説、フランケンシュタインは死体同士を縫い合わせたものに、 電気をかけることによって生き返らせるというものであり、ガルバニズムの理論をモチーフにしたものであった。ガルバニズムは、刑事上学的な思想として、アビオジェネシスの領域にも影響を与えた。1836年にアンドリュー・クロスは、電気を使った鉱物の結晶生成の実験中に、数本の太い毛による尻尾を持つ完璧な昆虫を発見したと記録した。クロス自身は、 自分がこの昆虫を生み出したと主張したわけではなかったが当時の科学界は生命と電気の関係性を十分に捉えておりこれを神への冒涜としてクロスの生命は脅かされたガルバーニの老いであるジョバンニ・アルディにはおじが主張した原理を応用して心身喪失の数例の症状の緩和に成功し完全な成果を収めたと主張した今日に電気系連療法は 重度のうつ状態の妊婦や治療抵抗性を持つ大つ病患者への治療法の一つとして用いられている。半数に改善の効果が期待できるが残りの半数は12ヶ月以内に再発する可能性があることがわかっている。医療分野での診断や治療のために人体に電気を流す応用技術は今日では電気生理学の名の下で実践されている。これは 心臓や筋肉、また、脳の電気的活動を記録するというものも含まれ、すなわち、心電図検査、筋電図検査、脳波検査のことである。ありがとうございます。